タコの足はタコの足科の多年草。タコの足属は2から3種が東アジア、北アメリカ東部に分布する。赤い実をつけた姿がタコの足のようになることから、この名がある。かつては、雪の下かとされていた。花の形態などは、弁形草科にも近く、弁形草科に入れる説もあった。エペジー植物分類体系では、独立のタコの足科とし、雪の下かを及び、 弁形草花と共通の雪の下目に入れる。日本の他東アジア一帯に分布し、湿地や沼、急行田など湿った場所に生育する。高さは数十センチメートルで細長い葉がら旋状につく。放射状に数本に分かれた創花過を茎の先につけ、その上側に9月頃小さい花を多数開く。これを上から見ると、吸盤のついたタコの足を下から見たのに似ている。 花は、額、花弁が、角5枚、湧水が10本ある。湿水は心側5個からなり、下部で膠着する。晩秋になると果てが熟し、また前僧が紅葉する。元来は、河川下流域、川口域の湿地、水田周辺などに生育していたものでそう珍しいものではなかったが、そのような環境が喪失したことが現象の大きな原因とみられる。 また、拡乱依存戦略を取る植物であることから、群落の長期維持には適度な除草が必要である。競合する植物としては、セタカアワダチソウツルマメチガヤオ,オギ、ヨシなどがある。繁殖力の弱いものではなく、土壌シードバンクを形成するため、ちょっとした湿地に一気に繁殖する様子も見られる。純絶滅危惧2007年8月列島リスト。 以前の環境省レッドデータブックでは絶滅危惧、通類、ありがとうございます。